ちゃん、どこ行ってたんだ？あ、いや、いろいろあってね。ところで武蔵君、旅の方は順調かい？あんたのおかげでやっと血の巻を手に入れたぜ。あ、そうだ、このお宝あんたに返さなくちゃな。弁慶ブレスって言って、なんかすっごいもんらしいぜ。いいんだ武蔵君、それは君にこそふさわしい伝説の武具なんだから。君には五輪の書を集めてこの国に平和をもたらしてもらわなくちゃならないからね。そっか、悪いな。そういやじゃん、クレストガーディアンって知ってか？クレストガーディアンか。彼らは五輪の書でのみ解放することができる紋章を守っていると言われている。おそらく君が血の巻を手に入れたことでヘルズバレーの魔物が目覚めたんだろう。その魔物を倒せば紋章ってのを解放できるようになるのか。そして紋章を解放するごとにレイガンドのパワーが増幅されるというわけだ。あー、ややこしい。要するにクレストガーディアンをぶっ倒して紋章を解放すりゃいいんだろ。そういうことだな。じゃあ早速ヘルズバレーに乗り込むとするぜ。ちょっと待った。あそこはその昔脱獄不可能な牢獄として使われていたことがあってね、今も城の連中が管理していて、そう簡単に入ることはできないはずだ。そうか、じゃあ城に戻ってヒゲジーにでも聞いてみるぜ。じゃん、あんたはどうすんだ？そうだな、次なるお宝を求めて旅に出るよ。武蔵君も頑張ってな。さあ行こうか、レノ。行っちまったか。おっと、こうしちゃいられねえ。城に戻ってヘルズバレーに入れるようにしてもらわなくちゃな。
じゃあ、なんか言うかね。お待ちしてました。我々がこのヘルツバレーの入り口を開きます。魔物退治も手伝いするぜ。するぜするぜ。よし行くか。いざヘルツバレーへ。ここがヘルツバレー。何もいねえぞ。確かに間違いないはずですが。なあバラニック。ええ兄さん、とりあえず作戦を伝えます。ヤツが出てきたら武蔵殿は我々が用意したワイヤー状のものを落下させ、うまくヤツに当ててください。さすがの魔物もこの高さからあれを食らったら一コロかもな。それにヤツが気絶したら弱点のコアをレイガントでぶった切ってやれや、きっと効き目抜群だぜ。抜群抜群。ただし我々のうち一人でも戦闘不能になったらしばらく援護できなくなります。任せとけって。あんたたちを痛い目に遭わすことはないさ。来ました、みんな戦闘配置について。
いましたね、武蔵殿。作戦大成功。さすが武蔵殿です。あんたいい職人になれるぜ。職人職人、これもみんなのおかげだぜ。さあ城に帰ってゆっくり休んでくれ。バカもんめ、ボルドーのやつ、五輪の書まであと少しというところで失敗したそうだぞ、ナモシ。残念です、テキーラ総統。でも、あたいのバンビ兵計画ならバッチリですわ。なんぞな、そのバンビ兵計画というのは。かねてから研究を続けておりました新型ビンチョロイド兵がついに完成いたしました。そのテストを兼ね、武蔵とやらを軽くひねってご覧に入れますわ。だといいけど。またあんたの尻拭いさせられんの、あたし嫌だから。まあ、せいぜい頑張ってちょうだいね。何よ、お姉様は黙ってて。あたいだって負けてばっかじゃないってとこ、見せてやるんだから。そうか、それは頼もしいぞな。それでこそあの世に行ったルクワール皇帝も喜ばれるというもんぞな。もしレーガンドと五輪の書さえ揃えば帝国の再建などあっという間じゃからな。リキュールよ、期待しておるぞ。わかよ、お前も期待するぞな。もしもちろんですとも、総統。